週刊ロマン鉄道、今日の特集は日本を走り抜ける新幹線前編。 JR 東海が運行する新幹線に密着、東海道新幹線を年代を追って紹介します。まずは日本初の新幹線としてあまりにも有名なゼロ系。1964年東京新大阪間を時速210キロで走り抜けるという、当時としては夢のような超特急だった。真っ白なボディに青いラインの入ったゼロ系のこのデザイン、海と空をイメージしたという説や、タバコのハイライトをイメージしてデザインされたなど、いくつかの説が存在している。しかし東海道新幹線は270キロでの営業運転を目標にした車両開発を進めていたため、210キロが最高速度のゼロ系はその姿を徐々に消していくこととなる。そして平成11年9月18日、東海道新幹線を走っていたゼロ系が多くの人に惜しまれつつ最後の走行を行った。現在では山陽新幹線の一部でしかゼロ系を見ることはできない。続いては国鉄が最後に制作した新幹線としても知られる百景。1985年にゼロ系を基本ベースに制作された車両で、先頭部分の形状はゼロ系よりも鋭いシャークノーズ型と呼ばれる流線形となり、最高で時速220キロでの運転が可能となった。デビュー当時は東京新大阪を結ぶ光としての運用が中心だったが、ゼロ系が JR 東海から引退した後はこだまとしての運用がほとんどとなっている。また